3、2、1、ゴーシュ。おお、ちょっとバウンドしちゃった。いけ。おお、ファーストフィニッシュ。でパパの逆転勝ち。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。ウェイブレードのお試し動画の対決編ですね。はい。測ったベイの中で一番長く回ったベイ対決。はい。と短く回ったベイ対決をやっていきたいと思いますね。あはー。はい。エイジン君が長かったレイヤーはネプチューンとストームスプリガンなんだけど、今回エイジン君は、ストームスプリガンをチョイスしました。でパパはオーディンが一番長かった。はい。でディスクは、エイジン君はナックルが一番長かった。パパはリングとアッパーが一番長かったんだけど、アッパーをチョイスしました。ドライバーはエイジン君はフュージョンが一番長くて、パパはリボループが一番長かったですね。はい。で次こちらは短い方、エイジン君が一番短かったのはエクスカリバーでした。はい。でパパが一番短かったのはデスサイザーとゼノエクスカリバーで、デスサイザーをチョイス。でディスクはエイジン君はオーバルとマグナムが短かったんだけども、オーバルをチョイス。でドライバーはバリアブルだね。マグナムが一番短かったので、マグナムをチョイスして、ドライバーは同じくバリアブル。これで対決していきたいと思います。はい。オーディン、アッパーリボルブ、これでいきます。はい。 A ちゃんはストームスプリガン、ナックル、フュージョン。はい。3、2、1、ゴーシュ。お、来た。これは結構長く回る対決だから持久戦になるだろうね。バーストはないのかな。だからあ、いや、スタミナ対にバランスだから、バランスの方であるかもしれない。なかなかやっぱ、おお、うわー、負けたー。今までパパが1ポイント。あ、そっかそっか。あ、大会風にやる。2ポイントになった人が勝ちだよね。スピンフィニッシュ。3、2、1、押し。あ、次はパパ。オーバーフィニッシュされた。3、2、1、押し。おっと、おお、今回は結構戦ったよ。ガチガキガキガコンガコンガコン。 A は一回りストームスプリガンが大きく見えるね。うん。まあデュアルレイヤーストームスプリガンレイヤーがオーディ。そうだよ、やばい。でもなんか安定感はオーディの方があるかな。まあリボルブラーマンとか。おお、スピンフィニッシュということで、パパが2ポイントで、パパの勝利ね。じゃあ今度はパパがエイシン君のベイ使いますね。ストームスプリガン、ナックル、フュージョン。はい。エイちゃんはパパのベイを使います。オーディン、アッパー、リボルト。3、2、1、ゴーシュ。来たよ。おー、パーストフィニッシュ。来た、負けた。びっくり。エイちゃんが2ポイント獲得で勝利。じゃあパパはデスサイザー、マグナム、バリアブル。うん。じゃあエクスカリバー、オーバル、バリアブル。はい。3、2、1、ゴーシュ。あー、こうなるとね、持久戦だよ。こうなるときついな。パパはきついかもしれない。うん。両方同じドライバーだからどうなるの。そうだね。あー、やっぱり真ん中に行った方がいい。あー、スピンフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。お、今回は戦ってる。やばい、負けるかも。おー、勝った。負けた。じゃあ今度はパパはこちら、エクスカリバー、オーバル、バリアブル。デスサイザー、マグナム、バリアブル。3、2、1、ゴーシュ。おー、すごい。オーバーフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。おー、ちょっとバウンドしちゃった。いけ。おー、ファーストフィニッシュ。でパパの逆転勝ち。じゃあ最後はこの4つのベイでどれか好きなものを選んで対決にしましょうか。はい。どれにするちゃん。A ちゃんはこの。オーディン。オーディン。あー、分かった。パパはエクスカリバーにする。おー。3、2、1、ゴーシュ。うわ、すごい防御力高そうだな、オーディン。あー、負けた。あ、まだか。あー、スピンフィニッシュ。スピンフィニッシュで、A ちゃん1ポイント。3、2、1、押
か。スリー、ツー、ワン、押す。おお。やばい。大のオーディ。あーやばいやばい。あー負けたー。やったー。はい、ということで今回はですね、前回までやってきた、リサーチをもとにですね、一番長く回るベイの対決と一番短い、ベイの対決をやってきました、はい、あの我々はですねまだ改造を始めて間もないので、ぜひ皆さんの改造例を教えてください、はい、次はですねその改造例をもとに対決していければなというふうに思ってます、はい、まあ、その前にあれだね、ヘビーを買わないといけないですよね、うん、ヘビーを手に入れないといけないですね、ヘビーサバイブね。そうだね。はい、ということで今回はお試しベイ対決でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか、はい、あのベイブレードのですね、あの再生リストこの辺にありますので、はい、この辺ね、あのぜひチェックしてみてください、はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録のチャンネルマイチャンネルが出てくるので眠らすので、あー言っちゃった言えない、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルと Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローも。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。